もうやり方分かってんねん。自分がやりたいことをどうやって実現するのか、目標を達成するための方法、そしてなりたい仕事をやるための方法がこれって分かってんねん。もう逃げられへんねんな。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかっちです。親子で学ぶ生き方の授業、チャンネル登録よろしくね。今日紹介する熱い言葉は PDCA サイクルを回せ。スポーツが上手くなりたい、頭が良くなりたい、目標を達成したい、そんなあなたは絶対に最後まで見てください。はっきり言います。この PDCA 一つでもできていなかったら、あなたは絶対に成長できません。自分がやりたいことは叶わないし、目標も達成できないし、上達しないし、頭も良くならないの。おかっちがそうやった。バスケットボール、大好きなバスケットボール、めちゃくちゃ練習してた、一生懸命やってたつもりやった。でも一回も公式戦には出ることができなかった。ずーっと補欠やってん。PDCA とは何か聞いたことある？ PDCA とは目標を達成するための方法です。 P プラン、 D do、 C チェック、 A アクション、計画、行動、採点、改善。自分がやるって決めたことを計画する、計画したことを行動する、行動したことを振り返って採点する、そしてそこで出た新しい作戦を行動して改善する、そしてまた計画する。この PDCA をぐるん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 回していくことを PDCA サイクルって言うねん。わかった？この PDCA サイクルが回れば、あなたはスポーツが上手くなるし、ピアノも上達するし、頭が良くなるし、自分がやりたい目標を達成できる、そして夢も叶えることができるんです。な？いいですか？ PDCA。これをね、今から一つずつゆっくり解説していくから、わからなくても大丈夫。何回も見たらいいから。いいですか？まずは、これ。この子、この子、たけしくんがな、例えば、漢字検定テストに合格したいっていう夢、そして目標、やりたいことができました。こうやって合格したい、やりたいことができたときに、一番最初にすることがこれです。ここな、P、計画する。このポイントは、期日を決めて数値化することです。どういうことか、いいですか？漢字検定テストに合格したい、それは分かった。じゃあそれがいつなのか、そして合格するためには何個漢字を覚えないといけないのか、いいですか？ゴールはいつまでなのか、期日を決めて、そして何をやらないといけないのか、これをはっきりさせるということ、これがまず一つ目、とても大事ね。10月1日までに新しい漢字を90個覚える。わかりやすいやん。漢字を覚えるじゃなくて、10月1日までに90個覚える。はっきりしてるよね。こうやってやりたいことが見つかったら、一番最初にするのはここ、ゴールを明確にする、はっきりさせるということ。そして二つ目、ここだよね。スタート地点、自分の現在地、現在の実力をはっきりさせる、明確にするんだよ。例えば今日は9月1日、そして漢字はまだ0個、全然覚えてないっていうことが分かったら、自分の今の現在地点が分かるよね。現在地点が分かって、ゴールが分かれば、そこに道ができるの。つまり計画とはゴールと現在地に道を作ること、これを計画って言います。いいですか？この道があればね、具体的に今何をやればいいかが分かるの。例えば10月1日90個覚える、あと30日あるということは、90割る
30日、1日3個覚えたらいいって今日やることが見えるよね。1日3個覚えて半分の9月15日までには45個覚えるっていう風にね、こうやっていつまでに何をやるかが分かったら、こうやってね、道がね、はっきりするの。道というのは今日やるべきことです。今日3個覚える。これが分かるの。これが計画なの。いいですか？だから計画を立てるときには、期日と何をどれだけやるのかっていうゴールをはっきりさせる。いいですか？足が速くなりたい。よう分からん。そうやろ？いつまでに、どれぐらい速くなるの？分からへんやん。そうじゃない。来月の10月1日の運動会の日には8秒5になる。分かりやすいやん。いつまでにどれくらい、分かりやすいやん。そして現在は9月1日で8秒9、目標は8秒5、今8秒9、ということは 0.4 秒速くならないといけないよね。そのためにはどんなことをするっていうことがはっきりしてくるでしょ。OK？ だ、計画の時に大事なのは期日を決めて数字にする、数値化するということです。おかっちにはこれが全くできていなかった。バスケットボールが上手くなりたいって言っていたよ、言っていたよ。バスケが上手くなりたい、書いとこな。バスケ上手くなりたかったんよ。バスケが上手くなりたい、そういうやりたいことはあったのな。やりたいことはあった、目標はあったんだよ。バスケが上手くなりたいってな、あったけれども、この P ができていなかった。 P？ だからいつまでにどれぐらい上手くなるのか考えてなかったんよ。なんとなく上手くなったらいいなと思って体育館に行って先生が言われてることをただやっているだけ。自主練、自分で練習する時間もなんか遠いところからシュート入るのかっこええと思ってたから、めっちゃ遠いところからシュートを打っていた。でも本当にコーチが求めていたこと、そしておかっちがやるべきことは、めっちゃ近いところからシュートを打って確実に入れること。それができていないのに遠いところばっかり打っててな。これ P ができていなかった。だからうまくならなかったんです、おかちはね。そしてその計画、計画ができた後にすること、それがこれだよね。 Do、 つまり行動ということね。行動っていうのはこの計画で自分が決めたこと、例えば漢字やったら毎日3個やるって決めたやん、計画したやんか。それを自分が決めたその約束を守るということ、当たり前やん、当たり前やろ。計画だけして行動せえへんかったら新しい漢字覚えれるはずないやんか。毎日 50m 走を5本走る決めた、自分が約束した、決めたんだよ。決めたけど走っていない、走っていない。それ早く早くなる、ならないの。ピアノ練習するって決めた、1日30分でもやってない。ピアノが上達するはずなんてあらへん、あらへんやん。そうなの、わかる。計画の次、行動、これ2番目なの。めちゃくちゃ大事。自分がやるって決めたことをやる、自分との約束を守る。そうすれば、守ったら成長する、できなかったことができるようになって、できることがもっとできるようになる。プラス自分がやるって言ったことを自分が守った、自分のことを信じることができるようになるの。だって自分の約束を破ってたら自分のことなんて信じられへんってなるやろ。でも自分との約束を守って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 守り続けてたら自分のことを信じられるようになる、わかる。そうやって自信ができていくねん。約束を守る、そして約束を守って成長する、その自分を見ることで自分ならできるんだって自信ができる、やればできるんだってそう思うから、新しいやりたいことね、やりたいこと、目標ができたらやってみようっていうふうに挑戦するやろ。挑戦してまた自分との約束を守ったら成長して自信がついて挑戦する、こういうな成長サイクルがぐるん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 回っていく。そうすることで目標を達成できるようになるんですね。これもおかち全然できてなかった。そもそも計画はなかったやろ、バスケやっててな、なんとなく練習していた。そしてね、行動、行動もね、自分がやりたいなーって思った時しかせえへんかってな。しんどい練習はもちろんせえへんし、やる気がない時はもう今日はええわ、めんどくさー、ゲームしよう、
っていう感じ。自分の気分がええ時はやってて、気分がね、下の時にはやってなかったな。だから自分との約束を守ってなかったから、成長せえへんかったし、成長せえへんし、自分との約束を破ってたから、全然自信なんかできへん。な、自信めっちゃ低かった。自信がないから、新しいやりたいこととか難しいことに挑戦しようって思わんかった。だから成長しなかったんだ。そして三つ目。自分の約束を守ってやると決めたことをやった後、この次、ここも大事なのね。これ3番目。ここな、3番目。チェック。チェック。ね。つまり、採点するということ。そうでしょ？ね。みんなテスト受けるやん。漢字でのテストでも、英語のテストでも、算数のテストでも、何でもええやんか。勉強した後にテストがあるやろ？そのテスト受けた。受けて終わりですか？ちゃいまんねん。そうやろ？ちゃうちゃう。受けた後、答案用紙が返ってくるやん。な？返ってきたら、どこが合ってるのかな？どこが間違ってるのかな？ここ合ってた、ここ間違ってたって、チェックする。確認するやろ？そして確認して、できてたところはもっとできるようにするし、できていなかったところは直すよね。新しく漢字間違ってたら、その漢字を5回書いたり10回書いたりして、それを覚えるやろ。これが大事なの。採点する。振り返って新しい作戦を練る。これね、おかちもできてなかったね。公式戦には出られへんかったけど、練習の試合には出ることができました。で、毎回練習の後には一番最後、試合もあったからね。で、その試合に出るんだけど、出た後、自分のプレーが良かったのか悪かったのか、どこが良くてどこが悪かったのか、そしてそれをどう直したらいいのかっていう新しい作戦を、ちょっとごめんね、新しい作戦を考えたこともなかった。ね。自分の試合のビデオをチェックして、自分で見て確認するなんてやったことあらへんかってん。だから、同じ失敗を何度も何度も繰り返した。そうすれば、自信がなくなる。そんな感じやってんね、ミスターオカッチ。バスケは上手くなりたいって気持ちはあったけど、な、試合をやるだけで自分のプレーを採点。振り返ってなかった。作戦を立ててなかったの。だから同じミスを何度も繰り返していました。そういうこと。そして採点して振り返って作戦を練る。その次にすることはこれですよね。アクション。改善するということな。ここで決めた作戦。ここで決めた作戦をやる。やるっていうことでしょう。やるっていうことでしょうな。作戦決めてやらなかったらさっきと同じ。計画してやらなかったらうまくならない。成長しない。そういうことなの。ここで作戦を練ったらそれを確実にやる。忘れないの。チームでも一緒やろ。チームで試合が終わった。次の、今前半のね、前半が終わって次後半。今タイムアウトやん。休憩、作戦会議をしています。その作戦会議で、前半はシュートをなんか遠いところから打ちまくってたから、みんな近いところで確実にシュートを打とう。そういう作戦をみんなで決めたとするやん。でな、決めて、その作戦を後半でやらなかったら、また同じ失敗するやん。そういうこと。大事なことは、作戦を立てて終わり。ちゃうねん。作戦を立てて、そこで決めたこと、やるんだよ。あなたがやるんですね。改善、アクションする。そしてそこでやったことがどうだったのかっていうふうに振り返っていく。で、また新しい計画を練るということね。例えば、ここのね、作戦をやった後に、な、今、例えば9月15日やとするやん。な、45個覚えてるはずやん。1日3個やったら。でもな、ここの9月15日に、テストを受けました。じゃあ、昨日と一昨日覚えた漢字は、いや、勉強した漢字は覚えてんねん。でも、一番最初の日に、ここの日に覚えた、一番最初の時にやった漢字を忘れてて、それに気づいたの。ということはね、1日3個やってた、確かに90個、ね、10月1日までに90個覚えてるはずやけど、な、最初の方にやったやつ忘れてるやん。そういう風に気づいて、だから新しい計画を立て直したよね。例えば9月ね、18日にしようかな。9月18日までに90個覚える。9月30日じゃないよ。
10月1日じゃないよ。ごめん。10月1日じゃなくて、9月18日までに90個覚えて、残りの、12日間は、振り返る。ね。テストをして間違ったところをチェックする。そういう12日間にしようって決めたとするやん。となると、毎日3個やったら間に合わへんねん。18×3 やったら、54個しか覚えられへん。だから、新しい計画、毎日5個覚えるっていう風に計画を変える。な。変えることができんな。変える必要があるな。毎日5個漢字覚えたら 5×18 で90個。で、9月18日までに1回90個を覚えて。で、9月18から9月30日までにどれだけ覚えてるかをチェックして間違えたところを練習する。そういう12日間を作るっていう風にまた新しく計画して行動して採点して改善する。このサイクルをぐるん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 回していくということ。そうすることでできなかったことができるようになって成長して目標にも一歩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 近づいていってあなたの目標そして夢を叶えることができる。そういうこと。ね。この改善した後にもう一回目標を立て直すっていうこともね、大事やねんな。そうやろ？毎日3個覚えてたら確かに90個覚えるけど、な？最初の日に覚えたやつ忘れてるってことを気づいたら計画を変えなあかんやろ？そういうふうにこの PDCA 一つ一つやるだけじゃなくてこれを回すということが大事なの。なんとなくわかったかな？これがPDCA サイクルって言います。な、この一つでもできていなかったら、ミスターオカッチのように、バスケが上手くなりたいとか、ピアノが上達したいとか、頭が良くなりたい、そして私立の中学に合格したいっていう、やりたいこと、欲しいもの、目標があったとしても、その夢は絶対に叶いません。な、そうやろ？自分がバスケ上手くなりたいってなってたけど、思ったとしても、いつまでに上手くなるの？とか、上手くなるために何をするの？っていう計画がなかったら、な、練習できへんやん。何やったらいいか分からない。計画なかったらな。だから上手くならない。で、計画して毎日シュート50本打つ。っていう計画をしてたとしても、それをやらなかったら上手くならない。それをやったとしても、自分がどれだけ上手くできるようになったのか、そしてどれだけ、できていないのかっていう採点チェック。これがなかったら、同じ失敗を何度も繰り返して成長しない。そして採点したとしても、その新しい作戦をやらなかったら、変わらないよね。何も変わらない。あなたが動かなかったら何も動かないんです。で、動いたとしても、また新しい計画を立て直さなかったら、なかなか目標は達成できない。つまり、P、D、C、A。この一つ一つをしっかりやっていくこと。まずやりたいことを見つけたら、P して、次 D して、C して、A。これをやっていくことで、成長して、目標を達成でき、そして欲しいものも手に入れて、頭も良くなって、スポーツもできるようになって、そして、夢も叶うの。だから、あなたに伝えたい。自分がやりたいこと見つけたら、PDCA サイクルを回そう。だってもうみんな分かってるやん。やりたいことを実現する、目標を達成するための方法っていうのもこれや。もう分かってしまった。知ってしまったんだよ、今日。もう逃げられへん。俺やり方分からん。違うね。もうやり方分かってんねん。自分がやりたいことをどうやって実現するのか。目標を達成するための方法。そして、なりたい仕事をやるための方法がこれって分かってんねん。もう逃げられへんねんな。そう。これを一つ一つやっていけば、あなたの目標は達成できんねん。自分がやりたいことを見つける。バスケ上手くなりたい、ピアノが上達したい、英語の検定テストに合格したい、どんなことでもいいや、夢であったり、やりたいことであったり、目標であったり、そういう自分の目標、やりたいこと、夢ができたときに、まずはこれを計画しようよ、な、いつまでにするの、それを、な、いつまでに合格するの、いつまでに、そしてどれぐらいバスケが上手くなって、どれぐらい足速くなりたいの、そしてピアノのコンクールでは、どれぐらい上手に弾けるようになりたいの、そのゴールを
はっきりさせてイメージして、いつまでにっていうのとどれくらいっていうの、そしてゴールと自分の実力が見えたらそこに道ができるやん。で、自分の道ができたら自分がこれをやるって決める。毎日3個漢字を覚える、 50m 走を5本走る、30分ピアノのハノンを練習する、英語の単語を毎日10個覚える、どんな計画でもいいね。自分がそれを決めてほしい。そしてその決めたその約束を守るの。自分がやるって決めた約束を守るの。だってあなたがどうしてもやりたいゴールやろ、目標やろ、どうしてもやりたいことなんやろ、そのために必要なことなんやろ。毎日3個やるとか、そういう具体的なこのやるべきことは、そうやろ。それを自分が決めたんやったら自分との約束を守る、これよ。自分がやるって決めた約束を守る。それがちっちゃいことでもいいね。それをちょっとずつちょっとずつちょっとずつ積み重ねていくね。積み重ねていったらどんどん成長して、成長して自分ならできるって自信になるやん。自信になるから、そして失敗しても立ち上がることができて、新しいことができてもやってみようってなって、挑戦して、そして成長して自信する、自信ができる。そうやって人間っていうのは大きく大きく成長できるようになんねん。学校だけじゃなくて、社会でも会社でもどこでもあなたらしく輝くことができんねん。おかちはそう思ってんねん。おかちはあなたがあなたの約束を守ってあなたの夢を叶えることを心の底から応援してます。はい、ということで今日はね、こんな感じで目標を達成するための方法、PDCA サイクルをプレゼントした。もう分かったやろ？これさえ持っていれば、やりたいこと見つかったらどんなことでも目標に近づく。もしかしたら達成できるか、それは分からへんな。そういう達成できないこともあるかもしれん。でもこれだけは約束する。絶対に成長する。絶対に自分のことを信じることができるようになる。自信になる。たとえ目標を達成できなくても、その自信があれば、それが力になって、苦しいことがあっても、辛いことがあっても、困難なことがあっても、立ち上がれるんや。な？立ち上がれる、起き上がれんねん。だから、この PDCA サイクル、騙されたと思ってやってみてください。まずは、P だよね。はい、ということで、このチャンネルではとにかく、子育てを頑張るお父さんお母さんに向けて、非認知能力を高めるための関わり方、これが一つ目。そしてもう一つが、子供であるあなた、そして君とお父さんお母さん、親子で生きる方法、自分らしく生きるための考え方とか方法を本気で紹介しています。よければチャンネル登録や、よければってここまで聞いてくださったんやから、今すぐポチッとポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じでおしまい。 The End。 それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。